こんにちは、こんばんは。親密ドライバーいるね。そうなんだ、いるんだ。もう用意してなかったですびっくりびっくりしちゃった。あ、皆さん抜けた部分も良かったな。ミルクなら良かったけどパンダさん生きてますか？コントコントはい、こりゃいけませんね。ゆかたん、こんばんは。仕事終わったよ。お疲れ様。お疲れ様。お姉ちゃん電池持ってきて持ってきて見てくれてるかな。見てくれてたら持ってきてくれるかも。ワンちゃんのルームスどんな感じ？ワンちゃんのルームスはね、あんな感じ。なんて言ったらいいんだろうね。ちょっとワンちゃんのルームスはですね、一旦今のところ今日も生地っていうのかな、あれをあげて、あとあれも入れました。ムービーを出しました。はい、ムービーと電池を持って行ってじゃない、出しました。ゆかたんワールドですよ。ワールドワールドムービーと電池頭が結構ね、ぐるぐるなんですよ今ゆかたんワールドに入場した人の特権だから入場してもらおう。お願いします無地もうちょっと太くしたら見えるかも。そうだね、ちょっと見えにくいかもね、これじゃ。実はお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。ゆかたん髪変えました。ディーン知ってた？今日変えたので、よければ見てください。ちょっと文字太くしますね。こんばんは、こんばんは。おっとっと来ました。おっとっと。おっとっとと食べてって言ったのに取っておいた言うとみたいな感じ。今日の分からなかった人はね、今日のお昼の配信なんですけど、おっとっと食べながら配信してたら、そのダジャレ、おっとっとのダジャレじゃない、早口言葉を言ってくださった方がいて、それを言ったら見事に5回ぐらい噛みましたそうなんです。初見、あ、初見じゃない、もうまた言っちゃった。初見おつ、初見さん、ありがとうございます。こういうものです、私ゆかたんことあばらゆかです。よろしくお願いします。どんな早口言葉、おっとっとっといでって言ったのに、とってとっとおっと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 って言ったのに、とってなってなみたいな感じです。言うとうと、なんか言うとうとおっとっととっといでって言っとうとたのに、なんでとっといてくれんかったんとうとうみたいな感じです。博多弁が入っているらしくて。そうなんですよ、博多弁をまた新たに学ぶことができました。星投げタグ10カウント完了、ありがとう、ありがとうございますわら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 、ちょっとね、私さっきまでダンサブルさん見てたんですよ。ほんまにかっこよかったですよ皆さん。やばい、もうかっこいい。水筒とダンサブルさんのめっちゃかっこいい、ほんまに優しさの稲妻、優しさの稲妻が一旦じゃあギフト読んでいきたいと思います。水筒と水筒と、ちょっとダジャレ大会とか、ダジャレじゃないや、
あの早口言葉大会とかしてみたいですね。ほっぺちゃんハートいっぱいありがとう。通用さんアイスクリームありがとう。サーティワンや美味しそう。トッキーさん、トッキーさん食べてありがとう。いただきます。よしよしよしさん、かき氷ありがとうございます。あら、たくさんありがとう。中島よしさん、かき氷ありがとうございます。どうぞいただきます。ハム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 。トッキーさん、いいねありがとうございます。ありがとう。コウゾウさん、ビーチボールありがとうございます。ケンアット香港さん、どうぞありがとうございます。いただきます。金屋さん、だるまさんありがとうございます。ありがとう。お、ごめん。ようちゃん、かき氷どうぞ。ありがとう。いただきます。おじいさんハートありがとうございます。ありがとう。なほっぺちゃんハートたくさんありがとう。ありがとう。トッキーさん食べてありがとうございます。いただきます。マサさん、ビーチボールありがとうございます。ありがとう。一旦待ったかな。待ってないか。あれ待ってないね。富士山かき氷ありがとうございます。ありがとう。待った、これで。あれ、私言われてないよっていう人いたらまた教えてください。ではでは、またまたお話タイムに行きたいと思います。よいしょ。ですね。あ、ごめん、ね、こんばんは、こんばんは。皆さんこんばんは。今はどこで見てるんですか？お家ですか？よかったらお家からの中継です。こちらお家からの中継です。青原ゆかです。こんにちは。今日の天気は晴れ、時々晴れです。ゆかさんのハートも時々晴れです。今からトマトツナリゾットを食べます。なんだそのおいしそうなおしゃれなお名前は。トマトツナリゾット食べさせてください。めっちゃおいしそう。お腹空すいた。ちょっと今日は配信が終わったらルームセでもがもが配信したいなと思ってるんですけど、でもそのルームスの調子があんまり良くなくて、配信がもしかしたらまたなんか無理かもしれなくて、でも今のところそれ予定です。お願いします。ゲームの実況おすすめある？ゲームの実況おすすめ？え、ゲームの実況おすすめは、え、でも夜勤事件とかおすすめですよ。夜勤事件とか、あとはね、何がおすすめやろ。なんか
私が最近見たのはマインクラフトですマインクラフトむっちゃ好きなんですよ。ちょっとお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、ゆかたんツイッターしててね、この青原ゆかって言ったら出てくるんですけど、ツイッターでマインクラフトの公式さんをフォローしてますこっそりめっちゃ好きでね。だからそう、最近ちょっとできてないんですけど、私はスマホ版でしてますね。であと友達ともやってて、最近最近って言ってももう1年前なんですけどそう、狼を仲間にしてちょっと今家で待ってもらってますあ、1位まであと14万ポイントだそうです。頑張りますゆかたんがフリーズしてる。フリーズしてた？ゆかたんフリーズするの得意なんですよ。特技、特技まだできた。フリーズすること。フリーズできてた？私全然また話がめっちゃされちゃうんですけど、嘆きのフィギュアあるじゃないですか。私はあなたのフィギュア、あれが好きすぎてやばいです。うーかさんが卒業コンサートで一番初めの開幕っていうんですか、開幕した時の1曲目が嘆きのフィギュアで、もう衣装もほんまにお人形さんみたいやし、ウーカーさんもお人形みたいな美しい美貌なのでね、もうめっちゃ感動して、そう、あとだからちょっと私も後ろでちょっとマックの後ろでこうやってやってましたあれ私もいつかしてみたいですね。夢ですね。あれはめっちゃなんか可愛い、なんか歌も特徴的でめっちゃ好きで、結構なんやろ、癖強い曲が好きなんですよ。癖強いか、嘆きのフィギュア癖強いかって言われたらちょっとあれなんですけど、なんやろ、一回見たら頭にめっちゃ入ってくるみたいな曲が好きで、だからそれこそジュゴンはジュゴンとか嘆きのフィギュアとかね、そうちょっとなんやろな、一面変わった曲が好きですそうそう、会いたかったでやってたやつです。会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 君にタコ見ながら配信も見てるよ。そうですね、今日私も見ます。楽しみだ。録画をしているのでね。あ、動いたこんばんは、こそばんそうこ、こんばんは、こんばんは。よかったん、ブリーズからのプリーズブリーズからのプリーズですか。ブリーズからのプリーズ。家に帰ってきました。おかえりなさい。ここゆかたんのお家です。おかえりこのルームがゆかたんのお家です。みなさんおかえりなさい。ゆかたママです絶対あれだよね、冷やしトマトつまんでる、もぐもぐ。なんですって、冷やしトマト食べているですって。私も混ぜてくださいよ。実は今日ミニトマトはもう5粒食べました。美味しかったです。こんばんは、こんばんは。前もお腹が空きました。お腹空いたね。うん、そういう時はでもお腹空いてる時って結構私何食べたくなるやろ、結構普通なこと言うかもしれないんですけど、夕方は甘いものが食べたくなって、夜は塩辛いものが食べたくなります朝はなんか半々ぐらいの割合で日によって変わりますね。
朝でも結構たまに朝結構たまに卵かけご飯が急に食べたくなって食べることもあります。知ってましたか、卵かけご飯に柚子胡椒入れたらめっちゃ美味しいですよ皆さん。あと生姜入れても美味しいです、赤い生姜。試してみてください。ゆかたん流クッキングです。こんばんは、こんばんは。今オムライス食べてたよ。いいな。オムライスの上何かけますか、お醤油ですか。目玉焼きにはお醤油。こんばんは、こんばんは。ルームスの配信はめっちゃ高画質なんよ。そうなんだ、大丈夫かな、ゆかたん。最近ちょっとここにさ、おニキビさんができたからさ、高画質やったらおニキビさんまでこんにちはって高画質になっちゃうかも。ちょっとそれ恥ずかしいですね。ちょっと透明なフィルターかけとこうかな。ヒレさんってカーテンカーテン透明な半透明なかけてヤッホーって言ったら夜勤事件ホラーっぽいのかな。そうです、ホラーですね。あ、芸犬じゃないや。でもめっちゃ芸犬さんも好きです。こんばんは、こんばんは。ゆかたのバイオハザード配信希望。いや絶対怖いからダメ。マイクラ、マイクラ、そうマイクラ好き。ゆかたマイクラ大好き。夜勤事件見た。ゆかたどの配信見てるんやろう。配信ですか。ゆかたはね、猫さんの配信見てます。黒猫さんの猫のめっちゃ面白いですよ。ドラクエのマイクラはしたことある。本当に、ドラクエのマイクラですか。ドラクエのマイクラ、すごい。ドラゴンクエストのマイクラがあるんですね、すごい。それかあれかな、マイクラのワールドでドラゴンクエストの世界に行くみたいな感じかな。待って、思い出したかもしれない。ドラクエのマイクラってマイクラ好きやったんや。はい、とってもそう、それがですね、なんか前ツイートでワカニャンさんが好きっていうのを見かけた気がしたんですけど、ワカニャンさん、そうだからめっちゃ運命を感じたんですよその瞬間に。こんばんは、こんばんは。ゆかたんあんまりゲームしてるイメージないけど、拮抗するのにゲーキも出たしめっちゃしますよ。ゆかたんめちゃくちゃゲーマーですよ。今日も集まり動物の森をしてきました。日課です。セルフフリーズセルフフリーズです。お疲れ様です、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。プリーズ笑わらわらバンされるで。そうなんですか、固まったらバンされるんですか。バンを食べそうって言われちゃった。バンされたよ。ちょっと何分ぐらいされるかチャレンジしてみました。まだされなかったですね。あれなんですかね、 AI が勝手に認知するんですかね、この人動いてないみたいな、画面から変わってないぞみたいな。一回1時間ぐらいこうやって真顔で何も言わない配信やったら、もしかしたらバンされるかもしれないですよね。バンされる大変、シュール。どうしたんやかた。試しちゃいました。
フリーズは事故ってなくて可愛い時やったで。あ、よかった。似合いそう。嘆きのフィギュア似合いそうですか。よかった。ワン曲目一曲目ですよね。さっきゆかたも言った時に思いました。皆さん気づギリギリ大丈夫かなと思ってそのまま流したら気づかれちゃいました。一曲目でしたね。ゆかたのフィギュア見たい。嬉しいな。いつか。ライブおしゃべりして笑いとったと思うね。ゆかた恥ずかしい。もういやいや最高。そうちひーさんに言ったらもう場がシーンって。さっきまで結構ね暑かったんですよ。そのチャレまで結構暑くて、暑いと思ったらもう一瞬でなんか冷やしかきました。フィギュア似合いそうでほんまに嬉しいな。なんか結構フリフリしたあの衣装着たいです。ドレスみたいな感じの。こんばんは。こんばんは。授業は最高に癖曲。そうですよね、癖ありますよね。チャ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 パンパンパパパンの無表情のところ、結構リハーサル中はちょっと若干口角をほんまに下げないとあかんのに上がっちゃうからみたいな感じになってたんですけど、本番はちゃんとできました。いやそれな、無表情すごいですよね。でも無表情も表情ですもんね。すごい本当に。さあアイドルありがとう。ダンサブレ最高、最高ですね。ダンサブレさんもこんばんは。こんばんは。まるまるバシャママご飯まだまだ一応多分今も作られていると思います。今日の夜ご飯お好み焼きです。こんばんは。浴衣は娘か娘か。あ、そこか。待って、あかんわ。時間にちょっとねラグが出てるので、そう、ここのルームじゃない、ショールームをお家やと見立てて、ただいまって言われたらおかえりって言って、あのお母さんになろうと思ったんですけど、ゆかたは娘だったそうです。ちょっとダメでしたか。おかえり。今日のご飯何って。今日のご飯は煮魚だよ。娘やったか。ちゃママはーい。朝ごはんでゆきのもミニトマト食べたらしいよ。お揃いやん、ゆきのポキちゃん。ゆかたも一緒に食べたいですね。珍しいな、テロップがない。テロップつけてない今日。そう、なんかね今日どうしようか悩んだんですけど、つけてないですね結局。どうしよう、これちょっと動かしただけでガタンって落ちちゃいそうで怖くて。Dチームのお援お願いします。ハート。あの私ね、記号でハートとかつけるじゃないですか、絵文字の後ろに。絶対あの LINE でハートって打ってからやるんですよ。でたまに変換ミスで、あ、変換し忘れてて、なんかありがとうハートそのまま送っちゃうことがあって、ちょっと気まずくなりますその時は。甘いものはおやつの時間かな。そうです、おやつの時間です。炊きたての白米が常に欲しい。わかります。炊きたてのご飯ほど美味しいものはほんまにありませんよね。なんかさ、あのゆかたんは炊飯器をバンってやるじゃないですか、パカッて開くじゃないですか、そのこうやってすくって、その混ぜずにこうやって溶くじゃないですか。たまにそのほんまに誰もまだ触れてない状態の時にピッてやって、それをすくって食べたらめっちゃ美味しいです。
伝わったかな語彙力がちょっと皆無でした。夏休みにプチトマトさせてたことある？あります。そう、めっちゃ美味しかった。え、朝はチョコパンじゃないの？チョコパンです。チョコパンなんですけど、なんかでも最近実はあかん、今まで出てきたことが嘘みたいになる。チョコパンと何かを食べるんですよチョコパン食べるけど、他にあとたまにチョコパンのそのソース的なのがあって、パッケージがあって、それが切れたら食べれないんですよ、チョコパンが。その時の食べ物は卵かけご飯とかお餅とかになります。だいたい TKG です。最初 TKG って見た時に、ラーメン屋さんで TKG って見た時に、なんで東京ガールズコレクションここにあるんと思ってあのお父さんに TKG って何って聞いたんですよ。そしたら卵かけご飯やでそういうことかと思ってそこで初めて学びました、 TKG が卵かけご飯っていうことに。ずっと今まで東京ガールズコレクションやと思ってました塩昆布もおすすめやで。あ、卵かけご飯にですか？美味しそう、かけてみたい。なんか前おそうめんと冷やしトマトと塩昆布で食べたらめちゃくちゃ美味しかったです。あとそれにお出汁をかけたら、あ、待って TKG、 そっか TGC か、東京ガールズコレクション。待って、ほんまや、 TKG カールズ、東京カールズ東京カールズコレクションですね、それ。間違えた。え、ほんまや。え、じゃあ普通に勘違いですか、これは間違えた、恥ずかしい。なんだってなんだってですよね、本当にあかん、ちょっとしばらくつぶっちゃいそうTKG 足す柚子胡椒おわ紅生姜、そんなバナナ本当だよ、美味しいよ、試してます、試してみてね。柚子胡椒美味しいよね。はい、あのお鍋とかでポン酢あるじゃないですか、あれに柚子胡椒乗せてもほんまに美味しいですこんばんは、こんばんは。わかったな、卵かけご飯食べたって言ってたね、言ってね。あ、うん、言うね。ペッパーを少し入れる。胡椒ですか、すごい、そうなんだ。あー、劇場近くのオムライス食べて、わかります、めっちゃ美味しそうですよね。グタも食べてみたい。ゆうぺがお化け出たら喜怒哀楽して追い出しててめっちゃ面白い、喜怒哀楽。こんにちは、またピースしたかな。そうですね、ニキビ隠すためにピース。今日はでもあんまり映ってないですね、主張が少ないこんばんは、こんばんは。何これ、お姉ちゃんがなんかやめて、お母さんでつぼるって書いてある。お母さんでつぼる爆笑、何これ、どういうこと、お姉ちゃん見てんの今え、何の話してたっけ、この時。待って、記憶が飛んでるわ。あ、おにぎりの話、違うわ、おにぎり違うよね、何やめて、お母さん、あれ待って、めっちゃさ、ラグ起きてます。ラグじゃない、タイムラグが起きてる、えらいこっちゃ。わかったん爆笑、お姉ちゃん、わかったんがつぼってる。なんか今も聞こえるんですよ、向こうで笑ってんのが、リビングで。おにぎり待って、うせやん、ちょっと一回飛ばしますね待って、ちょっと待って、ごめんなさい、めっちゃ多分ずれてます今これ。もう30分ぐらいずれてる気がする、やばい、ちょっとごめんなさいね。今どこやってきあ、戻ってきましたえ、おにぎりに、おにぎりとかやったえ、おにぎりとか言った覚えないんですけどえ、言ってました、おにぎりって、恥ずかしい、何それ
なん言ってたっけ。言ってたよ。え、皆さんすごく笑わなかったんですね。すごい。ニキビの曲ない、普通になんかニキビができたので隠してますって言ってた気がする。やばい。恥ずかしい。なんか待って、おにぎりの後におにぎり乗せないでください。あかん、待って、やばい、ほんまにつぼりそう。もう一回つぼったら消えないんですよ。丁寧な言葉として理解してた。浴衣言葉ですね。お姉ちゃん爆笑。かわいい。かわいいかな。心の中で笑ってたよ。本当に笑うよねこれ。もう恥ずかしい。自覚なかったのね。なかったです、全然なかったです。おにきび、おにきび、うとうと米粒一つやめてください。もうこれはこれはもうダメです、掘り返しちゃダメです、もう恥ずかしい。 Hello, I'm a jackal JKT48 Jakarta 48 fan but I like watching you. Wow, thank you. Thank you for watching me. Thank you watch meNice to meet you. My name is Yuka Obara. I'm NMB489 training member. 仕事からのスタバ帰りからの帰り道、配信見ながら帰るよ。あ、了解。スタバいいね。桃のフラペチーノが飲みたいです。とても今まだ飲んでないです。私はメロンフラペチーノ飲んで、あとそれから何飲んだっけ、なんかその後に何か飲んで、それ以来飲んでないです。こんばんは、今来ました、おはよう。こりゃ毎日楽しいよね、あ、笑っけ。確かにね、毎日誰か笑ってますね。そんなとこも浴衣の魅力やと思ってる。おにぎりみたいに言うな。もう私もそんなつもりないんですよ。もうおにぎりとかいつやさんが分かってなくて恥ずかしい。いっそのことなんかもうおにぎりの話してた方が良かったですよね。おにぎり隠してますピースとかって。さすが英検12級です。トレーニングメンバー、誰かがそんな言葉にまで尾をつけるなんて、丁寧な言葉遣いだって感心してたよ。恥ずかしい。ありがとう。ナイストレイン、なるほど、ナイストレインですか、了解です。 I'm ナイストレイン NMB48 メンバー、ゆかたん。ニックネーム is my nick I'm あばらゆか、Everyone call me ゆかたん。 So I want you call me ゆかたん。 Thank you。 いいですね、英語の自己紹介とか作った方がいいですよね、きっといろんな言葉貼っていって国際マップみたいな感じで、いろんな国の方が来られるのでね、ありがたいことに。ありがとうございます皆さん。 I love worldワールド、アイラブワールド。瀬戸内レモンかな、瀬戸内レモン食べてないの、食べたかったけど。あれあれ、ちょっと待って、目がかゆい。こんばんは。おにきびネタできたね、やだ。おにきび、それは鬼のきびだんごみたいなおにきびですね。可愛いから恥ずかしがることない、素敵だよ、ありがとう。もう皆さんにフォローされちゃって、なんかもう逆に余計なんか恥ずかしくなってくる現象です、これは間違いなく。優しすぎて
なんかもう、もう恥ずかしいです。ナイストレーニー、ナイストレーニー、ナイストレーニー。Thank you、大きいです。ニキビはどこにできるのが好きですか？もうダメ。もばめでお写真とか書いてるから通常運転かも。カット。そうですよね。お写真、お写真とは言うかもしれないです。なんかお姉ちゃんから英語で喜怒哀楽してとか言われましたんですけど、皆さんどう思いますか？もうそんなんしたらまたもうまた絶対行きます。え、待ってなんて言うんやろ。ドッグ、ドッグ、ドッグモノマネ。木が喜ぶって、喜ぶって何やったっけ、喜ぶ、インタレスティング、よろ、喜怒、喜怒哀楽、喜怒哀楽。まずちょっと当てるかわからないんですけど、アングリー、クライ、ハッピー、多分こうかな。ドクモノマネってなんて言うんですか、ちょっと教えてください。皆さんお願いします。モノマネ、ドクモノマネ、インタレスティング、アングリー、クライ、ハッピー、レッツゴー、チェチェケチェチェチェ、インタレスティング、ワン、クライ、コーン、アングリー、アウ、ハッピー、ワンワン、センキュー、 This is my、 イミテーション、イミテーションか、イミテーション、合ってる、イミ、あ、ちょっとカメラが、イミテーション、イミテーション、ドッグ、イミテーション、インタレスティング、アングリー、クライ、ハッピー。悲しみ、サッと、あ、ありあり、サッとサッと、いいですね。ちょっとさ、ユカタン国際化目指そっかな、ちょっと。そしたらもしかしたらジャカルタの48さんまでまたぎができるかもしれない。So cute! Thank you! 嬉しい。ありがとう。Thank you! Thank you! パチ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 。イミテーション。やったー。あ、犬の鳴き声、わかった。あれですよ。犬って、あの、ドッグイミテーション、インタラスティング、バウバウです。バウバウ。バウバウ。で、アングリーが、バウ、あの、いつも通りの、ウーで、サットが、で、ハッピーが、バウバウです、多分。なんか聞いたことがあって、どこだったかな ?YNN さんかな、バウバウ。バウバウは、英語の鳴き声らしいです。ハッピー書いてるよ。あれ反転してるからかな。あ、なるほど。なんかお姉ちゃんからちょっと賢いアピールみたいな LINE が来ちゃいましたもん。はい、あの、た、楽しいは、あ、違う、そっちじゃないか、インタレスティングか、インタレスティング、強い。お姉ちゃんやっぱ賢いんでね、喜ぶはジョイらしいですよ。皆さん、ジョイ、ジョイです。だからジョイバウバウです。分かったら LINE で参加するな。もうそうなんですよ、配信でしょっちゅうね、あの、上からピコーンって出てくるんですよ、お姉ちゃんが。チーター、うん、チーター、うん、違う、喜ぶがハッピーだよ。うん、楽しいがジョイだよ。やだ、もうこれは言わずには入れなかったよ。じゃあね。もう、あ、くそ、
悔しいです喜ぶがハッピー、ハッピー is ワーワー、 angry is アウー、 sad is フーン、 そして joy is ワーワー、 ニャトリアクックドルドルー、 そうですね、クックドルドルーです。声だけわかった、声だけ出演しましたね。そう、これ英語の先生みたいなことです。バウバウは英語の犬の鳴き声です。一応機械系生薬によると、あ、Joy, Anger, Pursers, and Humor、 すごい、そうなんだ、初めて知った、すごいね。あ、なんかまたここに現れた1位まであと6万ポイントだそうです。頑張りますヨシノさんに正解を、ヨシノミサキさんに正解を聞きに行ってみよう。そうですね、今度ちょっと聞いてみます最近少しお話しする機会があってお話ししたんですよ、ちょびっとだけですが。ん、フモ、なんかまた来てますよ、ちょっと笑い声聞こえてるよドッグバーキングイメーション、わー、なるほど、バーキングですね、バーキング、ドッグバーキング、バドッグバーキング、ドッグドッグバーキングイメーテーション、イミテーション、ユーモアね、ユーモアか、うん、今なんて言った、んほんまに記憶になさすぎて怖い、ユーモアもうこれやばい、ちょっとどうしよう、急になんか英語習い始めたみたいになってるよ。ドッグバーキングイミテーションで、ユーモア、ユーモア、フーモアユーモアか、ユーモア、ユーモア、了解です。そうですね、もうお願いしたいです、本当に。ちょっとユカタン海外進出目指します、これきっかけに、このこの一本ネタで海外まで行ってきます自己紹介からの英語の勉強に変わった、本当ですよ、もう最後に入ってますよって、それは安村さんですよあれですね、見ましたよ私、あのあのあれですよね、全員ギュッツのバツボタンみたいになって、ブーブーみたいな、英語でフンも、なんかちょっとバカにしてます、それじゃないんだよいやはい、とりあえず日本で頑張りますとりあえず日本で頑張りますもうまた固まっちゃった、遠隔でいじってくる、本当にいじってきます、もうダメだよ一つの芸だけで海外行くのいいねそうですね、一つの芸を極めて、まあでもそうですね、どんな浴衣を見れた、見れました本当に面白いですね、まあよかった、これでなんかちょっと今度裏のまた後ろに増やそうかな、髪、喜怒哀楽とか言ってうん、お姉ちゃんは心配性なのよ、きっとそうですありがとうございます皆さん、本当もうこんなこんな楽しい、面白いね、まあ、英語ってでもいいですね、いろんな、なんかいろんな言葉を知れて楽しいです。若あたん我慢できなくてできてるネタ考えていこう、そうですとにかく可愛い浴衣、嬉しい、とにかく明るい浴衣じゃなくてとにかく可愛い浴衣姉妹本当に仲いいね嬉しい、もう本当にね、まあまあありがた、ありがたですよ、ありがたがた、おお、次に握手会あったら英語で話しかけてみます大変だ、絶対やばい、もう絶対
センキューセンキューって英語で配信できたらショールームでも3万人とか来るんじゃね。すごい規模が大きいそうですね、ちょっと目指したらいけるかもしれないですね。ちょっと日本語省略も同じこうやってあのボードに書きながら、あの〇〇〇〇とかで、ハロー、マイネームゆずか、こんにちは、青原ゆかです、 I'm 15 years old 15歳とかで一人二役でなんかできますね。とにかく愉快な青原家、青原家です。とにかく愉快な。チャット GPT に登録したら何でも通訳してくれますよ。そうなんだ。してみようかな。皆さん見れますもんね、そっちの方が。筋肉いけそう、いけそうです、ありがとうございます握手会は関西弁で話しますお願いします。ゆかたも関西弁で話し返します。私も英語で話します。わあ大変だ。センキューセンキュー。じゃあちょっと勉強するのを目標にしますね。次の握手会までに頑張って英語を勉強します。でこの夏休み期間に頑張って勉強します16歳ですよね。16歳です。16歳になりました。ゆかたんでーす着ルートの JKT の配信3万人の人とか来てるよ。あ、私も実はその一人に入ってました。昨日きっと昨日見ましたよ、ジャカルタさんの配信。今度は根主の美咲先輩に会った時に期待楽の英語教えてもらわないと。そうですよね、美咲さんほんまにすごい。あんなに英語話せるのはもうすごすぎて。英会話教室行こうかなもうよかったんと一緒に行きましょう。じゃあもうよかったん頑張ります。3万人ってすごいね。すごいですよね、3万人。なんか世界って広いですねすごい、3万人か。すごい、待って、3万人ってどのぐらいの人数ですか。だってあれかな、1日にユニバーサルスタジオジャパンに人が入れるぐらいの人数じゃないですか、3万人って。すごい コメントが高速で流れる、ね、そうですよね、ピョーンってね新幹線ぐらい早く流れちゃいます。オリックス劇場が2800人とか、すごい、そんなに。オリックス劇場かける、かける 10? 待って、やばい。2800かける 10足す10、オリック大阪城ホール3公演くらい。すごい。じゃあゆかたんもそのぐらいのね方に見ていただけて、さらにそのぐらいの方に応援していただけるような、まあ、ビッグなアイドルに、ね、目指しますすごい、大阪城ホール3公演分はすごいわ。3万人って多いですね。なんか改めて人数をなんか思い知らされました何人数のすごさ、3万人っていう。1万人とか何々万人ってすごいですね。よいしょ、ではでは、そろそろねよかったな、ソロコンサートは役場ホールで参考にやなすごいソロコンサートもう夢がありますね。ちょっともう頑張ります、シータ頑張るぞちょっと何か伝説を残してねそうですね、ソロコンサートで3万人行った人がいたんだよとかって言われたいですね。ちーちゃん可愛いから行けそう、ほんとこれからもよろしくね。再年のコンサート、さやかさんのコンサートが3万人、すごい、すごいね、すごい。大阪城ホールじゃあ3公演分の人数がすごい。今日の伝説おにぎり、おにぎりじゃないよおにぎりじゃないよいやゆかたんそっちも伝説は嫌だどうしよう、来年の生誕祭とか開いていただいた時になんかおにぎりとか言って
おにぎりの看板とかになったらもうどうしていいか分かんないですよ。恥ずかしい、ほんまに恥ずかしい。ではではそろそろランキング読みをしていきたいと思います。面白い。ではいきます。13位、ちくわドーナツむさちゃん、ありがとうございます。12位、まさしさん、ありがとうございます。11位、富士さん、ありがとうございます。10位、まささん、ありがとうございます。9位、中島よっしーさん、ありがとうございます。8位、よしよしよしーさん、ありがとうございます。7位、つうようさん、ありがとうございます。6位、さっちんさん、ありがとうございます。5位、ようちゃん、ありがとうございます。4位、こうぞうさん、ありがとうございます。3位、けんやとほんこさん、ありがとうございます。2位、しんくん、ありがとうございます。そして1位はトッキーさん、ありがとうございます。すごい、今日の昼に引き続きですね。違うね、今日の昼じゃないね、今日の昼はようちゃんさんの絶叫マシンでしたね。じゃあ何がいいですか、お絵かきは。ありがとう、笑った。おにぎりですか。おにぎりうちは作っていきます。ダメダメ、絶対ダメ絶対ダメ。もう公演中、あのジェネレーションチェンジ、真面目な曲やのにもう目あったらもうってなっちゃいます。ゆかたん結構ね、もうあのつぼりやすい性格なのでね。そう、あれ、おっとっとっと、チープキリンメンバーのコヨリンかな。了解です。コヨリンね、コヨリンか。コヨリンはお目目が大きい印象があります。めっちゃ可愛いですよね、顔整ってて美人で、うん、めっちゃスタイル良くて、こういうの全身でもいいな。もうあー、おにぎりほんまに伝説や。どうしよう、恥ずかしいわちょっと。あれ、テモテモの衣装ってどうなったっけ。待って、テモテモの衣装、あれ、テモテモの衣装がね、なんかこうこんな感じだったのを覚えてるんですけど、どの衣装だっけ。ほんまにコイリン足長くてスタイルがいいって思ってます。ほんまに、よいしょ、コイリン。ほら、足が長くてスタイルがいい。これよりマイクが。よいしょ。テモテモ歌ってるこよりんです。どんなに会いたくても、どんなに好きでも、女の子のままいさせて、あなたと出会えた記憶の足跡忘れないわ。うまい、よかった、ちょっとね、嬉しい。どんなにおニキビでもじゃないよ。似てるね、ありがとう。足長い、足ちょっと足があれかな、バランスがあれだったかな。
もうちょっとこのぐらいでもよかった。でもちょっと足がスタイルがいいっていうことを強調したくて、こよりんこよりんてもでもの涙、こよりんてもでもの涙、てもでもの涙おっとっとっと、こんばんは、こんばんは。なるほど、せっかく同じチームになったから同じメンバーに、あ、メンバー書いてもらうのもありかなって思ったよ。めっちゃあり書けて嬉しいです。こよりんのことポイントは大きなお目目、そしてちょっとくるくる巻かれた髪の毛、そして足長さポイントです。おほおほお、待って、ついてたのか、やばい。ポンちゃんがショールームでちーちゃんの似顔絵描いてた。え、ほんまに、え、見たい。それポンちゃん描いてたの、かわいいかわいすぎる。こんばんは。ゆかたんだけ、ゆかたんとわかたんだけつぼる。うちはそうですよね、お姉ちゃんの方がつぼるんじゃないですか、もしかしておニキビは。そう、こよりんあれ、おー、あれ、今どこまで読んだっけ。はい、ありがとう。あら、かわいい、ありがとう似てる、よかった。そう、今日はほとんどもう英語の配信みたいになっちゃいました本当に。あ、クジやで、はい、わかりました。ではでは、そろそろ終わりたいと思います。早いね、とっても。何で一生笑ってたわけだ、本当にそうですよではでは、ありがとうございました。バイバーイ、またね、イエーイ、 See you, see you.